もう間もなく発売も間近になりましたマルキューの新エサ、セットアップ、はい、これを使ってのメーターのうどんセット釣りを富里の関さんで今見せていただいてますけど、はい、このセットアップですね、このエサ その開発に至った、まあ、経緯といいますか、その辺の話をまず、正直言って今1年中今度も日曜日とセット釣りにかなわない、状態なのよ。そこで要するに大体今のセット釣りっていうのはマルキューの場合はトルスイミ、つぶせん、セットガンのもう一つのパターンが出来上がってんですけど、それを要するにあと1品2品をこう中にはいっぱい餌を入れてこうセットの餌を作るんですけども、それじゃあまりに難しいんで、じゃあもう1品入れて作れば簡単にセット釣りができるんじゃないかなということで開発した餌なんです。もうだから誰が作っても簡単に餌がセットの餌が作れる、そして棚に行って、ばらけてくれる、そういう感じの餌を研究室と作っていったんです、はい、で最近 そのセットの傾向として、うん、今話に出ました、トロスイン、つぶせん、そしてセットガン、うん、この3種類が、うんまあ、ほぼどなたのばらけにもこう、うん、入ってきてますよね、うんうん、で実際に、まあ、私もそれをベースにさらにそこから2種類、3種類餌を入れての状況に合わせて確かに使っていることはあるんですけど、うん、やっぱり今はこのやっぱりこう粒の感じといいますかね、うん、こう粗い粒子をいかにこ うまく使うかっていうのが確かに一つのポイントにはなっていると思うんですけど、その辺のコントロールが要はしやすいという、今度 このセットアップはすごく簡単に、要するに何ていうのかな、餌が棚でばらけてくれる。ということはまずはその、まあ、持たせやすいっていう特徴があるわけですね。そうですね。一番いいのはもう持たせやすい。で実際にその今のセットって持つだけじゃダメですよね。うんうん、やっぱり棚でちゃんとこう、うん、ちゃんと開いて抜けてくれないとっていうところがありますよね。その辺のこのなんか使い方のコツというか。使い方というのは要するに普通元餌を作ってそのまま初め打ち出すんですけども、ちょっともたえと思ったらさっとこうちょっと練ってもらえばそこで餌むちゃよくなるというような感じ。どうしてもねセットのばらけっていうとこう練っちゃダメとかってよく言われますよね、うんうんうん、この餌は多少そういう形で手を加えてもちゃんと開きが、うん、で最近の傾向として要するに何ていうのかな、何年か前みたいにこう抜き抜きのセットの餌がもうほとんどダメじゃない、うん、今はもう一回入れないと当たりをもらえねえっていうのが感じなんで、そういうつもりで餌は作っていたつもりなんですよ、はい、確かにそのいわゆる今言ったその3種類、トロスイミ、つぶせん、セットガンの粗い粒子 を持たせるのに、うん、どうしてもその従来だと、まあ、粘るというかまとまりのいいということで、うん、例えばパウダーベッド、スーパーセットだとか、うん、BB フラッシュとか、うんまあ、使っていきますよね、うんうん、で最近だと横山さんよくバラケマハなんかも使われたりしますけど、うんうん、そういういわゆるまとまりやすい餌っていうのはどうしてもその粒子が細かくて、うん、それをたくさん入れれば入れるほど粗い粒子がこう少なくなっちゃうっていう、うん、どうしてもイメージがあるんですけど、はいはいはい、今度のセットアップ その粒子っていうのはどんな感じですか、うん、だから粗いようだけども、うん、割と水に濡らすとこうしっとりした感じで、でいわゆるその粗い粒子感、今 そのセット釣りに合っているタッチが、はいまあ、簡単にできると、簡単にできるということですね、はい、でもうそうすると、うん、都合この4種類あれば、うん、もうほぼどういう状況でも、うん、だからメーカーとしてもこの餌をセットに作って、これとこれこれって言うんですけども、
中にはやっぱりこれで物足りないからこう餌入れておくといるんですけども、僕はこのこれだけ4セットあったらこれで僕は十分セット釣りできるんじゃないかなと思います。ちなみに今日はあの浅井棚やってますけども、ちなみに提灯とか提灯やっぱり8社9社の提灯じゃ十分僕は使えると思います。その分の時はやっぱりちょっと水の分量を変えてもらえば使えると思います。あとは潰せんと黒水面の出し入れだけで。はい、わかりました。じゃあちょっと続けてその浮きの動きを見せていただきたいんですけど、今日はやっぱりこれ富田さんちょっと平日なんで魚がかなり上に煽りかけるんですけども、それでも棚に入っていってくれるから、やっぱり今のセット釣りの肝っていうのはやっぱり一度棚に入れるっていう、そうですね、一回入れないと、まあ、今ちょっとこう上のバラケ食ってきましたけど、まあ、そういったところはもう全然気にしなくていい、ね、セット釣りやる人がなんだ上バラケって、よく言うんだけど、僕は上っぷり食っても僕は平気です。むしろそのぐらいのバラケにしてないと当たりが続かないみたいなとか、うん、棚は作れるんじゃないかなと思うんだけど、あれだけ揉まれても、あれは持ってますから。持ってるってことですね。うん、一つ聞きたいことがあるんですけど、はい、今バラケを持たせる、うん、持たせないと、やっぱり今のセットは釣り切れないとおっしゃってましたけども、単純に持たせるだけであれば、別にセットアップにこだわらずに、どんな餌であっても、その棚まで餌の塊をこう送り込むってことはできると思うんですけど、だから要するに従来の要するにセットのバラケでやってると、要するに団子を持たせたいために無理やり練ったり、あるいはこう粘る餌を入れていったんですけども、このセットアップっていうのはそれが棚に行って、要するに上で煽っても棚に行ってばらけてくれると。だから要するにセット餌だからで、その練り込んで持たせるんじゃなくて、作ったままの状態で十分棚に行ってばらけてくれるというのがこのセットアップの一番の特徴じゃないかな。いわゆるそのばらけるっていうのは、その棚でそのいわゆる形を崩してしまうとか、その表面を単純にこう溶かすっていうんではなくて、その確実にヘラブナのこう食い気というか、それを刺激するために軸になっている粒線とかセットガンの粒子がこううまくコントロールできるっていうところですね。セットガンの粗いのとやっぱセットアップの中間のところがちょうど開き具合で一番いい状態に作れたんじゃないかなと思うんですけど、まあそれがいわゆる他の例えばブレンドによって作られた同じように持たせる餌との違いというか、これがセットアップの一番の特徴ということになりますね、僕はそう思ってるんですけども、今日今使われてる餌なんですけど、ちょうどその餌袋の裏側に書いてあるブレンドパターンっていうのがいくつかありますよね、で先ほどちょっと見てたら、上に書いてある抜き系のブレンドでやられてるんですけど、いわゆるその釣っている途中での調整方法とか、その扱い方のコツがあったらちょっと実際にやってみて、初めのこのブレンドは一緒なんですよ。ここまではこの3つまでは3つまでは一緒
で水の量を例えば今日はこれ僕は150やりましたけど、水を200入れてもらって、これを煮合いのとこを3倍入れてもらうと、そういう感じにすると割と持ちも良くなるし使いやすいと思います。要はこのセットアップの、はい、要はブレンドの中での比率を多くすればより持たせやすい餌になるっていうことなんですね、はい、どうしてもこっちのセットガンの方が負が荒いですから、で無理やり入れようとしないでこっちの量を増やしてもらうとすごくいい餌になってくるんじゃないかなと思います。で実際にちょっとその途中の餌の直し方法を見て、要するに元餌がこう作りますよね。これもちょっと使ってちょっと減ってますけども、大体僕らはだからこのぐらいを目安にこう入れてもらって、あとはこっちを置いてもらって、初めの出だしはどうしてもこの元餌を打っていくじゃないですか。大体それをこう浮きを見ながら、あとはこう矢抜いてもらうと、そのでセットアップのもうのあれで棚まで入っていってくれるんで使いやすいと思います。はい、おしねりだけでいいです。それで若干この手に粘ってるかなと思われると思うんですけども、それはもう全然こう開くばらけなんで、そのぐらい粘ってても開く、はい開くです、はい、そういう感じの餌です。